皆さんこんにちは、みーちゃんです。神奈川県の黒岩知事が、政治的なメッセージは表現の自由に含まれない旨発言し、問題になっています。まず黒岩知事の会見について、神奈川新聞の報道を引用します。政治のみーちゃん。会見で黒岩知事は、私もメディア出身、表現の自由は非常に大事だが、何でも許されるわけではないと指摘。あれは表現の自由ではなく、極めて明確な政治的メッセージ。県の税金を使って後押しすることになり、県民の理解は得られない。絶対に開催を認めないと強調した。黒岩知事の発言を整理すると、明確な政治的メッセージは表現の自由ではないとはっきり言い切っているんですよね。これが今回の非常に大きな問題です。なぜなら、政治的意見の表明こそ表現の自由の根幹にあるからです。民主主義の社会では、それぞれが意見を表明し、議論する過程こそが重要です。そして、それは自由な政治的発言なしには成り立ちません。みんなで様々な意見を表明し、ぶつけ合うことで、より良い答えが見つかります。そんな表現の自由の存在が、民主主義を支えています。また、表現の自由は、権力側によって、非常に制限されやすい人権です。反体制的な表現に対して、公共の安全とか、もっともらしい理由をつけて、権力側が制限にかかることがあります。かつ、表現の自由は、権力側に制限された際に、それを取り戻すことは非常に難しいです。なぜなら、他の人権が不当に制限された場合は、制限の解除を求めて意見を表明したり、デモなどの行動を起こしたりすることができますが、表現の自由そのものが制限されてしまった際には、それさえままならず、取り返すことが難しくなってしまうからです。これらのことから、表現の自由に対する規制が適切かどうかは、厳しい基準で判断すべきとの理論が支持されています。政治のみーちゃん。それでは、今回の黒岩知事の発言はどうでしょうか。明確な政治的メッセージは、表現の自由ではないとの旨、発言しています。先ほども言ったように、民主主義の社会においては、それぞれが意見を表明し、議論する過程こそが重要です。黒岩知事の発言は、民主主義を根本から否定する発言であり、政治家としてもありえないものです。わざわざ黒岩知事の発言への批判を動画にしたのは、表現の自由への圧力が強まっていると感じるからです。表現の自由は、権力側がここからここまでと範囲を指定するものではありませんし、権力に許されているから行使できるというものでもありません。恣意的な判断基準によって、表現の自由が制限されれば、民主主義は終わりです。より良い国、世界にするためにも、様々な意見をぶつけ合える環境を作りたいです。今回の動画はここまでです。みーちゃんの動画を気に入った方は、チャンネル登録、評価よろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローも、ぜひよろしくお願いします。みーちゃんでした。